あとの二人は建物とわけと斧だ。着装よし。まあ、あんなに今死にうよせ、お前だって息が。三回吸って交代、それを繰り返して二人で脱出か。崩落の危険なし、脱出口設定。はしご上の長谷部に2号に引き継ぎ、はしごにより救出前進。中村、お前2階からの脱出もありと思って長谷部と渡りに配置してもらってた。すっげえ。実戦ならそうするでしょ、絶対。続いて開口部よりラダーフェイドアウト実施。斧だ。想定終了。制圧。報告は分かった。バカ野郎！黒煙の中で自分の空気呼吸器を外して252にあてがう。そんなことをしろと東京消防庁が示す救助指針のどこに書いてある。座学からやり直せ。よし座学から。マジか。しかしそれはお前らがこのダミーを人間として扱った証拠でもある。そのただ一点において俺はお前らを認めてやる。俺の実戦での体感では今回2号には助かったと思う。うちの会社には
一つの影なる伝統がある。極めて前時代的な伝統だが、救助が成功したらお咎めなしという。解散。ありがとうございました。ドアケ、お前どうして俺に面体を押し当ててくれたんだ。黒煙がすごくて何も見えなかったのに。なんか君は自分の面体外してるだろうなと思って。マジか。てか、お前面体外して自分はやべえと思わなかったの？君だって。確かに俺ら案外似てるかもな。な、おい、似てるって言うとこだろ。そこの二人、どっちかこれ手伝ってよ。言っとくけど、私いなかったらあんたたち死んでたかもよ。それはそうだな。うおい、なんで素直？自信。でかい。俺たちの相手は。戦争よりでかいかもな。収まった。そうだな。長かった。動くなって。けど、ついに俺はやり遂げた。渡り、もっと真ん中寄って。もう一枚撮るよ。ちょっと待って。お？山上助教、一緒にお願いできますか？詰めて詰めて。助教、こちらです。うん、はい、いいよ。取ります。救助研修メンバー最高！最高！救助研修最終日。あの人って笑うんだ。山上助教。あ
とした顔してるよね。きっとこの25日間助教も苦しかったんだよ。近いここで研修を甘くしてさ、もし私たちが現状で死んだり怪我したらやりきれないじゃん。中村、誰だってあんなことやらせたいわけがない。助教はみんな無理して頑張って鬼になってたんだと思うよ。あのさ、中村、写真、俺と…いや、これは救助研修だろ。そういう個人的な…いかんよな、気の緩みとか。最後の最後まで、俺たちは…中村、俺と一緒に写真撮ってくれる？渡り。いいよ、喜んで。やったありがとう、中村。俺もお願いします。中村、俺もお願いします。中村、嘘だろ。お前ら何考えてんだよ。これは救助研修だろ。そういう個人的な撮影は控えろよ、バカだれ。あいつもう来てんの？マジか。いや、わかるよ。だってまだ4時間以上あるだろう、大交代まで。そこはさ、やっぱ少しでも早く来てみたくてたまんなかったもん。俺も初めてのオレンジは。特別救助技術研修終了から半年、小野田俊消防士、不破消防署特別救助隊拝命。救助研修の修了者は誰でもすぐに救助隊へ配属されるとは限らない。救助隊への配属を希望する有資格者は多く、欠員が出るまではポンプ隊やはしご隊などで勤務しながら拝命を待つのだ。数年間待機することだってあるのに、それをわずか半年で。救助の神様がきっと味方してくれたんだな。俺、全力でやります。本日付で特別救助技術研修の全課程を修了したことを称する。おめでとう。ありがとうございます。いいか、お前ら、そのワッペンつけてかっこいい隊員になれよ。はい。そうだ。내말을못해요주변에서주변에서내가
の2人は建物周辺にて安全管理。ホース船は中村。よし。テレハンやプリンだな。中村。あのさ、中村って消防士好きなの？いや、ごめん、この前待ち受け見てしまった。チラッと。ああ、あれ、俺、決めたから。なります、消防士。今、出してきたんだ、進路希望。なので、もし消防士になれたら俺とお願いします。言った、小野田が言ったよ。ユキ、告られ慣れてる。全然動じない、すごっ。中村、救助研修中、一度だって小野田に負けたことはなかった。私と付き合いたいって消防士になったのに、先にオレンジ切るんだ。私は絶対これをつけなきゃいけないのに。私はなんで女でこんなにちっちゃいんだろう。今からどこだもん。どうしてもバレた。不公平だ。What the fuck?ご挨拶いたします。消防士小野田俊は4月1日付をもって不破消防署勤務警防課2部特別救助隊員を命ぜられました。よろしくお願いいたします。ここには俺よりももっと救助の神様に味方されたやつがいる。十明大吾は研修終了と同時に拝命し、半年前から不破消防署特別救助隊にいるのだ。一部から引き継ぎ、昨日午前午後救助訓練を行っております。災害救助2件、不従事のため内容は割愛します。当直連絡事項等ありません。気をつけ。負け。お疲れ様でした。シュン。お、来たな。やっと追いついたぜ、大吾。Και μια φίλη από την αρχή, το δεν είμαστε φίλοι και τώρα. Γιατί αυτό τώρα έκανε ότι έχει κάποιο πρόβλημα και με τη μια straight forward το είπε. Λέω, what the fuck, ρε, δεν με ξέρεις εδώ τι γίνεται. Και... ήταν η άμυνά του ότι δεν είμαστε φίλοι, αλλά σιγά σιγά γίνανε πραγματάκια και το χτίσαμε. Μια χαρά. Εδώ, επεισόδιο 4, παγκοσμίου. はい。救助技術。ついた地図。お、来たな。やっと追い
着いたぜ、大吾。赤外線サーマルカメラディスプレイ外装変形損傷なし、画像状態よし、フレキシブルダクト損傷なし、信号機ケーブル管損傷なし、ポンプ隊救急隊はしご隊など各隊がそれぞれ現状で使用する機器の作動チェックは毎朝のルーティーンである。いや、私の今の訓練だから。ポンプ隊でも毎朝点検してたけど、何この数、終わるわけねえじゃん。中でも特別救助隊の使用する資機材は別格に多く。やそう、作動状態よし、パッキンよし、圧力調整器開放、閉鎖閉鎖よし。救助車に搭載される資機材の種類は200を超える。主要な資材の点検だけで1時間かかるのだ。まあ、ガーナ本気で言うし、俺もまだ現状で全然役に立ってないんだ。一番員の五十嵐さんにくっついて盗め。おお。セスタンバ取り付けよし、ブレードガード変形損傷なし、指導ハンドルよし、前後グリップ取り付け状態よし、本体よし。しかし盗めって言っても、やば、怒られる。何ボケっとしてんだって。やることわかんないんでしょ。見てた、こいつどうすんのかなって面白い。なんだこの人、変な人なのか。これ、あと試運転だけだから。習ったよね、救助研修で。はい。うん、じゃあ大丈夫。任せた。スプレッダー取り出す。特別救助隊は1小隊5、6人で構成される。1番員は訓練でも現状でも皆をまとめて活動するチームのキャプテン&エースである。任された。1番員は訓練でも現状でも皆をまとめて活動するチームのキャプテン&エースである。任された。よし、俺の救助隊での初仕事、ゴーグル着装。前方3メートル、発送始め。長距離よし、後方よし、エンジン始動。あれ、エンジンが止まった。チョーク使いすぎだ、かぶってるぞ、もっと吹かせ。よし、そう、不破救助の隊長はあの鬼状況、いや山上元助教なのだ。山上元助教なのだ。おお、あ、もうできてせ。
上助教が隊長になった救助隊に大吾と俺が配属されるなんて、しびれるぜ。いや、エンジン停止。なことはどうでもいいや。とにかく早く。エンジンカット異常なし。早く現状に出たい。レスキューがしたい。点検やめ！点検やめ！有原区出火報。有原区日高町5丁目2番2号店舗2階出火。しゃ、マジか、本当に出場かかった。行くぞ。なんだこの火、どっから。あんた危ないよ、早く早く。ダメだ、スープが。スープなんていいから。え、スープあれあるちょ、待て、誰だ、誰。危ないって。親父の代から30年寝かせてきたタレだぞ。Ikke sådan, jeg synes, at han bliver nærmest alle til det. Han kommer igen, der må jeg lægge det på.高町5丁目か。確か商店街のあたりだな。ああ、シャッター通りだ。3階建て建物、2階から出火。その後の119番情報。1階で爆発音ありとの情報。有原隊、火炎確認できない。爆発により建物崩落状態。うちの隊は大隊長命により救助に移行する。建物倒壊により2号にあり。即時侵入する。よし。臨火で有原中隊が警戒活動中。警戒線としてこっちに分岐を1本もらってこい。よし。居住者情報によると2号には男性50代、1階部分にいると思われる。これまだガラガラ崩れてんじゃん。爆発の余波で建物倒壊の危険があり、最短時間で救助活動を実施するぞ。よし。俺だ。迷子になるなよ。はっ。よし。マルホンより拡大。繰り返す。建物内部に2号に。現在クワ救助により救助活動を実施中。救助隊です。救助隊です。救助隊です。聞こえますか。返事してください。救助隊です。救助隊です。返事してください。返事してください。救助隊です。救助隊です。返事してください。救助隊です。
そっち、まだ検索してないからみんな気をつけろ。上に乗るなよ、埋まってるかもしれないぞ。はい、救助隊です。聞こえたら声出してください。五十嵐さん、救助隊です。聞こえたら声出してください。救助隊です。聞こえたら返事してください。救助隊です。すげえ、救助隊です。この人たち、返事してください。聞こえますか。そうだ、救助隊です。時間がねえんだ。返事してください。人命検索なら俺にだってできる。救助隊です。返事してください。救助隊です。返事してください。2号に発見。救助隊です。今助けるから頑張ってね。早期に救助するぞ。よし、トーケ、枕木挿入急げ。参加者な。よし、ツバキ、マイティ設定準備。この位置。よし、ウズイ、画像探索。柱の下。よし、βάλετε, αλλά... Μάιτι! Okay, προσπαθεί, Μάιτι, λέει, okay, δεν μου έχουν δώσει οδηγίες, πάω που μπάφανε ο χρήσιμος. Ατσιούκ, 0.8 μεγαπάσκαλ! Νόβου καϊχό! Σόκ, κάνς! Μπακ, βοτιό! Ρος! Τατάιμα, ασύρα, 1cm 上昇! Τόγκ! どんどん隙間に枕木を詰めてけ。よし、近く50ミリ圧2個。よし、2センチ上昇。頑張ってね、あと少しだから。イガラシさん、スコープ見てください。この2号に、はあ、壁からの鉄筋が左腕に刺さってます。鉄筋が、先にこの鉄筋を切断ですね。柱をマイティで持ち上げても2号2を引き出せない。反対側から潜ればいけるな。よし、そこから柱の下を通って左腕の鉄筋を切断。俺が行きます、一番小さいから。無事
ちょっとだ。押してください。スマキ、あと少し持ち上がらねえか。マイティちゃん、これがゲットだ。俺だ、油圧チャッキ持ってこい。待て、床に亀裂が入り始めてる。かもしれないのに、このままじゃ。俺に行かせてください。大吾、いや無理だろ、お前だって肩が使えて。Это нам уже. ハハ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 ハ。για το προηγούμενο επεισόδιο. Let's give praise for firefighters. Trained to become a firefighter. The job. So true. Και εμείς είμαστε τώρα στο επεισόδιο 4. Και για να δω λίγο τι έχουν να πούνε για το dislocate armor. Σελίδερ.
Indeed, indeed. Καλά, βέβαια, κάποιοι λέγανε εξωγός ακόμα για το... ότι αν πρέπει να... για να μπεις σε δουλειά πρέπει να μάθεις πρώτα βγάζεις στις ώμους και τέτοια παιδιά. Δεν είναι έτσι, είναι απλά εντάξει. Είναι μια extreme situation που αυτός πήρε το θάρρος και το έκανε. Σωστό είναι. Και ναι και όχι. Προσπαθεί να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να σώσεις μια ζωή. Το καλύτερο θα ήταν σε κάθε ομάδα να έχει διαφορετικά size ανθρώπων για αναλόγως περιστάσεις, I guess. Γιατί βάλαν τρεις αριθμούς τώρα εγώ για... για να λένε αυτό που είναι να σώσουνε. Δύο λόγοι που δεν είναι εξαρτηρισμένοι. Ο ένας είναι γιατί μπορεί να έρθω. Γιατί μπορεί να το ξανακάνει πολλές φορές και δεν έχω συνηθίσει ή το έχουν κάνει και οι ίδιοι. が示す救助指針のどこに書いてある。立ち入り禁止です。危険ですから下がってください。いえ、この子はその私、娘です。朝、学校に連絡受けて戻ってきました。あんた、あんた、お母さん、あんた、あんた、大丈夫です。今、救助隊が入っていますから。お母さん、光る父さんが。必ず消防隊が助けますよ。さあ、あなたも手当てを。お母さん、足に軽い怪我を。いや、心配ありませんよ。私は大丈夫。光、ここに残って、お父さんを。侵入！東京、侵入しました！
丈夫か。大丈夫。はい、空間あります。スコープで見えた通り。やります。どうすんだ。なんだ今の音。とわけ。やるぞ。使用準備よし。要救助隊へ向かいます。うすい、スコープでモニターしろ。よし。つばき、頭側から強力ライト当てて。よし。何事もなかったみてえに要救助者へ向かうって、何なのあいつ。252のサンブリ到達。刺さった鉄筋の切断に入ります。少しの間我慢してくださいね。トワケ、刃先が瓦礫に当たってる。歯が折れるぞ。角度変えて。大悟、俺は助けますから。また美味しいラーメン作りましょう。俺食いに来ます。だから絶対助かる。どうした、どうした。トワケ、なんだ。トワケのエアソーが止まって。ボンベ、異常なし。切断板折れたか。トワケ、随分手こずってるようだな。ああ、倒壊の危険か。間に合えばいいんだが。
化け、どうした？大丈夫です！切断作業実施！よし、オラだ！ドングロ、用意！よし！ドングロ、ここに置きます！現状脱出！
小野田、何してる。いいっす、自分は。みんな早く出て。何言ってんだお前。マジで。壁が。早く出てください。すっ。小野田、1、2、3でこっちへ飛び移れ。なけりゃ要救助者に直撃だった。現状どうなってる。倒壊ってとこまで聞こえたけど、無線で。Κάντε. この国を救助することになる運命の。人知れずその第一歩が今記された。Lenin said